どうも影やんです今日はですねえ自分がね目標を持ってこういろんなことを取り組んでいる人もいるかと思うんですけどもその目標をねこう確認するというかチェックすることっていうのはこう必要なんじゃないかなと必要というかまあ大事なことなんじゃないかなというふうに思っております。 だからその目標がですね本当に自分がやりたい目標なのかとかですねその その時はやりたくてもですね今の自分の状態でやりたい目標なのかどうかとかですねでそれを確認してやっぱりやりたいもんであったとしたらですねその目標までの距離はどんな状態になってるかということですねそういうのを確認チェックしていくんですねで、えー、そのためには何をすればいいのか今どの辺の位置でどこへ向かってるんでどういうふうなことをやればいいかと。 で距離はどれぐらいあるんでこういう進んでいくとこれぐらいになるなっていうおおよそのねその期間みたいなものをこう、えー、チェックしていくというか確認していくそう,そうすることによってですね、えー、目標が、えー、この一夜がこう近づいてるんやなっていうのがこう分かって、えー、よりその達成をしやすくなる、えー、形になるかなというふうに思いますね。例えばですね僕 の場合だと今空手に取り組んでるんですけども空手のまあ達人になりたいっていう,こう目標があったとしてですねほんであのやっぱり達人になるためにはまず黒帯にならなあかんということでえその黒帯になるということをえ目標小さな目標というかそういうふうにこう置くとするじゃないですかそうするとですねえもちろんその自分がやってることがですねえ 達人があったとしてです、ね、ほんで黒帯があるんで黒帯、えー、とし,した場合ですねその自己流で家でやってたらやっぱり黒帯にはなれないですよねその試験も受けれないんでねそのそ,そういう場合はですね自分で道場を探してですね空手道場に通うということをするんですねほんで見学に行くとかでもいいですけども。でやっていっててこの先生に ちょっっととしたたいいなううふうに思ったらですねそこの入門を決めてですねほんであの稽古を重ねていくということをした方がいいだから自己流とその道場でやるんやったら道場でやった方がいいやろうしで道場でやったらやっぱ黒帯の方がおられるんでその方のねその考え方とかね練習の仕方とかそういうのをこう教えてもらってですねその姿勢ですよねその空手に対する姿勢向き合い方とかもこう聞いていって ですね近づけていくためには何をしたらいいかということとかですねあとはそのやっぱりその小級商談試験を、ね、こう受ける時に必要な自分の技術ですねそれを何が足りないかとかでそれを客観的に見るために例えば動画を撮ると。 で動画を撮って自分でそれを見て自分の、えー、足りないところはどこかというところをこうチェックしていくということですねほんでやっぱり僕の場合は姿勢やなとまずは姿勢で姿勢がどうしても前かがみになるっていうことはこう後ろへ持っていかなあかんので前かがみになるいうことはその気持ちの中でどうしても前のめりになってるというかねこう,前こうちょっと焦ってるじゃないですけどそ,のそういう,こう精神状態もある。 可能性もあるんですねそれと癖自分の癖がそういうふうにもう形がなってるっていうで癖を直す思いは結構大変なんで。 かかななりこう意識ししてて姿勢を直していかなあかんのでやっぱりその道場稽古だけではあかんなとだからやっぱふだんのこう稽古日じゃない日もねしっかりとこう自分の動きをチェックしてですねそういう稽古が稽古と家での練習がねあの必要になってくるかなというふうにこう思うんですよね。でそのためには何をしたらいいかとどれぐらいしたらいいかと。でそれをやってまだ道場に通った時にそれをチェックするっていう,こう流れをしていく。 それとだからさっき言った姿勢である考え方であったりとか空手の向き合い方とかそういうのもこう自分でこう考えていくということを同時にこうやっていくとそれによってこう黒帯に近づいていってで黒帯になったらですね次はそのもっと有段者のこう上の人ねトップにいる人のそういう。 人のいろんなものをこう見ていったりしてこう吸収していってそちらに近づけていってそれもまた自分でチェックしてという形をとっていくんですね。そうすることによってですね目標っていうのは達,達成できるようになるというふうに思うんですね。そのためにチェックが必要その確認していくんですね。今自分の立ち位置はどこかと。 で目標っていうのはブレてないかとかねそういうことをこう自分でいちいちチェックしていくんですねでそういうことをしていくことによってそのやっぱりそのしっかりとした目標に向かっていってるっていうのが分かってくると思うんで、えー、そういうのをやっていくと僕の場合はそういうのが必要やなと思ってますということで今日は、えー、目標をチェックするということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます